はい、コナンです。今日はですね、任天堂スイッチのニンジャラ、こちらをね遊んでいきたいなと思います。これはですね、ガンホーオンラインエンターテイメントが5月28日配信予定のねゲームになるんですけども、今日4月29日朝の4時から先行体験会がね始まるということで、早速ねプレイしていきたいと思います。これはね非常に楽しみにしていました。まずなんかキャラがね若干いろいろ変えれる、あんまり選択要素は多くないんだけど、まあ髪の色とかねカスタマイズできると。まあ基本的には対人戦で、まあ何人かでねバトルロワイヤルバトルしていくんで、まあ見分けやすいようにいろいろ髪の色とかね変えれます。でまあ最初はチュートリアルか、忍者ガムを使いそもそものアクションで戦う、なんかチャンバラゲーらしいよね。もともとなんか忍者らっていうのが忍者とチャンバラの合わさった言葉なんで、でドローンを見つけて、でドローンを壊すとねなんかパワーアップできるらしい。だからまずは序盤の戦い方としてはドローンをまず壊して、この S エナジーを増やすと、でガムを大きくしてウェポンが作れる、クラフト要素があるらしい。武器がね、まあ、チャンバラなんだけど、でその武器を使って殴り合いだね基本的には。で1本決めれば、まあ、ポイント制かで8人プレイか、オンライン8人で、で1位を取ればいいと。で僕はねプロコン使います、任天堂スイッチの。操作は結構シンプルだよね、ジャンプとかして ZR ボタンで攻撃、スプラトゥーンチックだな。でガムを膨らませる、ガムがね防御にも使えるらしいんだよね。であとアタック、ひたすらアタックだな。で A ボタンで武器クラフト、鍵はこの忍者ガムをどう使うか、忍術ゲージ必殺技みたいな感じだよね、切り札的に使うのか。でつばぜり合いがポイントで、ここでデスバーストで切り抜けろ、大体わかりました。チュートリアルが親切だよね、まずは1本取れと。でカメラ操作でジャイロが使えるってことなんで、ちょっと使ってみましょうか。で基本アクション、 B ボタンでジャンプ、2段ジャンプで、ガムアクション、これが攻撃ガードだから、ガードしてで殴り合いか。 OKOK、わかりやすいね。ジャイロがどうなのかな、とりあえずオンで今日はやってみようと思うけど、まあ人によってはねジャイロ使わない方がやりやすいかもしれない。まあこの辺りは慣れだな。で壁が登れるのか、 OKOK、 わかりました、マスターです。さあ行きましょうか。なんかグラフィックがスプラトゥーンチックだね。いきます、すぐにバトル、バトルロワイヤル、いきます、フリーマッチ。今回の先行体験会でできるのはバトルロワイヤルだけなのか。でステージ、待合道場に移動ですか。行きましょう。ちょっとここで待合の間に操作をマスターしよう。8人プレイか。
このゲームはね、まあ、ガンホーってあのさパズドラのガンホーが、まあ、この任天堂スイッチ用専用に開発したらしいんだけど、なんかだいぶ前から話があったよね。2018年あたりで発表があって、そっからねしばらく何もなくて、で突然始まりました。キャラはキャラとか、なんか雰囲気はねスプラトゥーンチックだよね。この辺りは多分ね、まあ、日本だけじゃなくて全世界で、まあ、リリースするんで、その辺りを意識したんだろうね。お、壁が登れる。まずはなんかドローン見つけてパワーアップしよう。いきなりこの殴り合いっても勝てる気しない。これがドローンか。なんかリンゴみたいだな。可愛いじゃないか。ひたすら殴って、お、出てきた。お、あとは、お、やばいやばい、殴り合いか、消えた。いけるいける、スバゼリ合い。やられました。結構すぐやられる。さあすぐリスボーンで生き返れるんでいいよね。でドローンを壊して、なんかドローンもなんか2種類あるんだよね。スペシャルと通常ドローン。あ、これジャイロ微妙だな。ジャイロ切った方がいいかもしれないね。そんなにさ FPS とかさスプラトゥーンみたいにさエイムが必要って感じじゃないんで、ジャイロ必要ないかもしれない。これコマンド、お、いったぜ。おう、これつばせり合いからのコマンド入力が面白いね。よし、とりあえず逃げよう。ゲージは自然回復か。これなんだ。あ、やられた。このドローンを壊そう。で武器のクラフト、やばい、マジか。リスボーン、武器のクラフトが、この集めよう。お、ドローンがあった。やっぱみんなドローン狙ってるよね。あ、まずい、一旦逃げよう。つばぜり合いが面白いね。やばい、死にそう。一旦逃げよう。この武器のクラフト、この忍術みたいなの何なんだ。よし、だいぶ回復したぞ。これは何だ、どう使うんだ。この忍術のね使い方がまだよく分かりません。お、なるほど、ちょっと無駄に使ってしまいましたけど、まずドローンを壊して、あんなとこで激戦になってます。お、なんかスペシャルドローン来た。これか。これはなんか通常のドローンよりもなんかいいの。おっと、みんなやっぱ狙ってくるね。やっぱドローン狙ってくるわ。つばぜり合いからの、マジか。まあ最初の試合なんで、この忍術をうまく使いたいね。二段ジャンプ、あと5秒か。もうあと1回ぐらい1本取りたい。さあこれで7位。若干微妙ですね。まあ最初の試合なんでこんなもんでしょう。まあ特に、おっと2100、まあでも結構いい試合じゃないか。
ポイント制か。4000ポイント。大体わかりました。ちょっとやり込みが必要だな。お、レベルが上がった。スプラトゥーンみたいにランク制っていうかレベル制か。じゃあちょっとね、やり込んでいきたいなと思います。